ブルーハワイブルーハワイは冷たいタイプのロングドリンクに分類されるラムをベースとするカクテルの一つである。その名の通り青く仕上がるが、この色はカクテルの材料に使用するブルーキュラソーによるものである。カクテルから派生したソフトドリンクやかき氷のブルーハワイも存在する。ブルーハワイはハワイで考案されたと言われているカクテルである。このカクテルが流行したのは 1980年代前半のことだった。1980年代当時は派手な飾り付けを施すカクテルが流行したが、ブルーハワイもその一つだった。ブルーハワイというこのカクテルと同名の映画や曲は存在するものの、実際のところカクテル名がそれらにちなんだものなのか、どうかは不明である。流行時期と映画や曲が登場した時期とには10年以上の タイムラグが存在する。1961年に公開されたエルビス・プレスリー主演の映画ブルーハワイと主題歌ブルーハワイがこのカクテルの誕生のきっかけになったという説は挙げられることがある。ただし、この映画にブルーハワイというカクテルは登場していない。また、ブルーキュラ層の青でハワイの海と空を表現しグラスに入れられる。 クラッシュドアイスで波しぶきを表現しているという説もある。ラム、ブルーキュラソー、レモンジュース、パイナップルジュースをシェイクして十分な量のクラッシュドアイスを入れたゴブレットに注ぐ。最後にフルーツ類を飾りストローを添えれば完成である。さらに花も飾ることがある。レモンジュースをココナッツミルクに変えるとブルーハワイアンとなる。ただしココナッツミルクに変えた場合、 分量を減らすこともあり、他の材料は量を変えずにココナッツミルクだけは2トン ASP にするとするレシピもある。アルコールを使わない、ソフトドリンクやかき氷のブルーハワイも存在する。パイナップルなど、熱帯産のフルーツなどを用いた飾り付けである。ただし、派手なことは、共通していても、バーテンダーの裁量に任されている部分が大きく、決まった形式があるわけではない。実際、 このブルーハワイにも何か決まった形式の飾り付けがあるわけではない。つまり、カクテル関連の書籍には飾り付けの例が紹介されているに過ぎないのである。無論、この記事の写真も飾り付けの例の一つである。なお、この派手な飾り付けは、しばしば南国風の飾り付けなどと説明されたりもするが、南国風の飾り付けでは何を意味するのか明確ではない。そこで、本稿では、 派手な飾り付けという説明をすることとした。福西映像、カラーブックス563カクテル入門 P69、保育者1982年3月5日、発行 ISBN4 から586から5563、X ハット ABCD、カクテル名手辞典 P130、カラー遣いカクテル P60、ベストカクテル P102、カクテルの辞典 P131、 カクテル名手辞典 P131 ありがとうございます。